星が、東国洋石原産地遺跡一星が、東国洋石原産地遺跡は、長野県諏訪郡下諏訪町にある、縄文時代の遺跡。2015年3月10日、国史跡に指定された。また、日本遺産、星る中部高地の縄文世界の構成文化財にも、認定されている。星が、東国洋石原産地遺跡は、霧ヶ峰山海北西部の最高峰である和しが、 峰の西方に位置する星が、遠山の東斜面に広がり、諏訪国用石原山地群に含まれる。本遺跡の北約 3km には、和田峠国用石原山地群、北東約 5km には、男女層国用石原山地群、和紙が峰を挟んで、東約 7km には、史跡性クソ峠国用石原山地遺跡が、位置している。この遺跡は、 1920年の鳥居隆三の調査によって黒曜石の原産地遺跡であることが明らかになった。その後1962年、この調査に同行した八万一郎は黒曜石原産地を近くの和田峠の地名で代表させたため、後に和田峠が新州黒曜石原産地として著名となったが、実際にはこの星が東黒曜石原産地遺跡を指していた。 また、1959年から61年の藤森栄一による調査では、地表に見られるくぼみが、縄文時代の採掘跡であることが、国内で初めて明らかにされた。このような経緯を踏まえ、1997年から2013年にかけて、下諏訪町教育委員会により、遺跡の範囲と内容を把握するために発掘調査が実施された。その結果、星が、 東国用石原山地遺跡は、傾斜度17から30度の斜面に立地し、約3万5000平方メートルの範囲に地表面が、くぼむ地点が193箇所を分布していることが明らかになった。くぼみは、傾斜度14から20度の緩斜面では深いくぼみ、傾斜度が20度を超える急斜面では浅いくぼみとして確認される。これらのくぼみのうち2箇所を発掘調査したところ、 黒曜石を含む地層とその黒曜石を掘り出した採掘孔が検出されたため斜面に分布する。これらのくぼみは黒曜石原石を含む地層を対象とした黒曜石の採掘跡であることが明らかになった。縄文時代前期には黒曜石を含む流門岩起源の地層を縄文時代晩期では地下の黒曜石岩脈を採掘しており、時期によって 採掘対象が異なることが明らかにされた。また、縄文時代前期の黒曜石採掘校に残された痕跡からは、数のなどのピック状の道具で黒曜石を採掘していたと想定され、縄文時代晩期の採掘校では黒曜石岩脈を叩き石を用いて採掘していたことが明らかとなった。このように黒曜石の山上と採掘道具などから、 採掘方法の時期的な違いが明らかにされたことは重要である。また、縄文時代前期の黒曜石採掘庫毎度からは、白片や石角の湿度は非常に少ない。したがって、前期では原石の質を確認するためし割程度の作業が行われているものの、素材白片を得るような白片剥離作業は行われておらず、原産地からは採掘された原石がそのまま、 搬出されていたものと考えられる。一方、縄文時代晩期の黒曜石採掘校の毎度から、多量の黒曜石成石核、白片再編が出土し、採掘活動とともに、石器製作の初期段階に位置づけられる、白片剥離作業が行われていたことが明らかとなった。このことにより、原石だけでなく石器の素材となる白片なども、消費地へ流通していたものと考えられる。 このように、遺物で書く時期の採掘方法と石材の搬出状態が明らかにされたことにより、平野部の遺跡の湿度状態と比較することで、黒曜石の流通の実態を把握することができるようになった。星が等に算出する黒曜石は自然科学的手法による産地推定分析により、関東、中部地方を中心に東北地方から、 東海地方までの極めて広域に供給されたことが明らかにされていることから、縄文時代における資源獲得と流通を考える上で重要である。その供給地である星が、東国用石原産地遺跡は、縄文時代の地域間の関係と社会の構造を考える上で書くことができない遺跡である。星が、東国用石原産地遺跡分解散オンライン。 文化 .ne.ac.jp 2021年1月12日閲覧。星が、東国用石原山地遺跡星フルチューブコーチの、縄文世界。jomon.co 2021年1月12日閲覧。abcdefghijk 国指定文化財等データベース。 k-u-n-i-s-h-i-t-e-i.、E、文化 .go.jp 文化庁2021年1月12日閲覧ありがとうございます。